どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんの大好きな曲どんどん弾いて歌う弾き語りができるようになっちゃいますよ、ということで日々簡単ウクレレレッスンボリボリ公開しております。今日は張り切ってやっていきます。今日取り上げたい曲はこちら、ドン鬼の宴。こちらはね、友成空さん、これ若き謎のシンガーソングライターということで、小学校4年生から作曲を始めたというなんかすごい経歴の持ち主でございますけど、このね今日取り上げる曲がもうなんて言うんでしょうかね、和風ポップなんて言うの、 J-POP じゃないですよ、和風ポップです。なんて言うんでしょうか、すごくこうなんて言うのかな、ジャポニズムですね。なんか演歌じゃないしね、ちょっとこう不思議な和を感じる、ワラップ、なんかもうちょっと不思議な曲で、しかもこれがね糸を引くようにこうね頭の中ぐるぐる回るんですよ。この曲どうして知ったかというと、ガズレレではですね、ガズクラブっていうのやってるんですけど、ガズクラブってね楽譜がダウンロードできたり、ワイはセッションするコミュニティがあるんですけど、そこでね皆さんの演奏動画アップロードして、ワイは盛り上がろうぜっていうところがあって、そのガズレレ仲間様がですねこの曲弾いていて、なんとも不思議な曲だなと思って、すっかりねなんか気になっちゃって今日取り上げてますけれどもですね、もう思わずそんな感じでね、なんかこう気になっちゃう曲、ぜひこのウクレレでじっくり取り組んでいきましょう。さあ本日はね G ラボのガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンでは初めてウクレレ使ってレースをスタートしていきます。 G ラボではですね、今月2024年5月はですね G ラボ祭り開催です。はい、ドーン、はい、ここにも書いてあるけど総額100万円のとんでもないプレゼントが当たるオンラインです。オンラインのねこのライブ配信中に抽選をして当たった人には電話してですね盛り上がろうというね、とんでもない企画なんですけど、はい、参加条件は G ラボウクレレのユーザー様であれば誰でも無料で参加できますからね、詳細は概要欄に貼っとくんでぜひチェックしてみてください。そしてあとこの本が出てますよ。はい、ご機嫌ガズレレネーズ主婦の友社から出てるガズ、これね楽譜の本じゃないの、めちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。もうとにかく内容も写真もたくさんあってね、すごいない、いい内容になってます。ぜひこれをインストールして楽しく音楽、がある生活輝かしてください。ご機嫌気分になれる本ですよ。はい、これも概要欄に貼っておくんでぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。ラスレッスン始めていきましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単に弾けるようにしている超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやるんですけど、この曲ですねちょっとラップの要素があるというか、ラップの要素がありつつも音程がですねすごい今日ここ高低差がすごいってあったり、なかなか奥が深いです。ちょっとじっくりやってみてください。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョン、ここに来てキレッキレのリズムが入ってきますからね、これはなかなかノートレ要素満載でございます。ぜひ2バージョン最後までご覧になってください。さあまずは皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生自分の大好きな曲自分で生み出せるわけですから、ぜひ皆さんガズレレで音楽始めてみてください。さあレッスン入っていきましょう。鬼の宴、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみる。 地獄の声が耳を打つ、踏み外すのが
け縄赤よろし落ちる困って落ちなはれねねねねねねガズレレリューシンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。不思議でしょこの曲、なんとも言えない感じで。もちろんですね、これ長さかなりショートカットアレンジバージョンです。1番やって2番やってもうね、途中のなんかふわっとしたところは転調といってコードがすごくね抑えづらくて難しいんで、ちょっとガズレレ仲間さん、まずここだけでももうすごくね大満足だと思いますよ。まずここだけでもすごい要素、繰り返しのコードの中なんですけど、歌のタイミングとメロディーとなんとも言えないこの雰囲気、ぜひこれで実感してみてください。はい、そしてですね、やっぱ歌ってみると分かると思うんですけど、ラップの要素というか、言葉のリズム感と、あとね、リズム感だけじゃなくて、この、さっぱり俺には分からない決まりばかり、この、低いとこから高いとこ、決まりばかり、これ結構難しいんですよ。この辺もですね、ポイントでございます。しっかり聞き込んで、練習していってください。ガズレレの動画には歌詞とコードがこう表記されてますから、それに合わせて、ウクレレで練習してもらって、1個目のゴール設定としては、今言ったガズさんのシンプル簡単バージョンの演奏に合わせてできたらすごいと思います。これ結構すごいですよ、一緒にできたら。歌のタイミング、なかなか絶妙。あとメロディーもね、仏がいつも水を差す我慢する、なんかちょっと不思議な黒い鍵盤も登場するようなね、こうブルージーな面もあったりして、歌結構ねしっかり掴んでください。とにかくガズさんと一緒にできるように練習していただいて、できるようになった方おめでとうございます。そしたら次のステップどんどん行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人で歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなというふうに思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのやっぱり大変でしょうから、まずは楽譜をですね見ながらね、何回も何回も練習していずれは覚えちゃって、夕日に向かって夜の夜空に向かって歌う、太陽に向かって歌う、こんなのが素敵だなと思うんですけど、でも楽譜つったってどこにあるんですかという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はですね、はい、このガズさんのこのノート、はい、もう40冊目です。ここに書いたこの鬼の宴、これギチギチです。今日どうえらいことになってます。後でしっかり映してきますけど、このノートを見ながらね今やっていったんですけど、はい、今も言ったようにこんな風にアップに映してみんなにこんな風に見せようと思うんですけど、その前に今めちゃくちゃいいサービスが始まってます。ガズクラブというのがあるんですよ。これ紹介させてください。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、日々ガズが取り上げているガズレレッスン動画で使った手書きのね、楽譜をですね、デジタルデータでですね、皆様お手元に、毎月5曲しかもお選びいただきます。もう今までガズがね手書きで書いた楽譜はもう1000曲以上軽くありますからね、その中から5曲選べて、しかもそれを管理するね、アプリがあるんですよ。ガズクラブのメンバーだけが使えるアプリをダウンロードして、そこでねご活用していただけたりする画期的なサービスです。でね、このねガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもねいろいろやってます。毎月2回、ガズクラブメンバーだけが参加できる大セッション大会ガズ音が行われていたり、皆さんの演奏を発表できる場所がねあちこちにあったりとですね、かなり面白いクラブ活動になってます。ぜひご注目ください。そしてこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは YouTube のメンバーシッププログラムというのをやってまして、 YouTube のライブ配信による生配信を毎週2回行われております。こっちは大学なんで16ビートの茶とかカッティングとかできるぐらいの方が入ってきていただけると、めちゃくちゃ濃厚でどんどんレベルアップできるすごいプログラムになってますからね。毎月課題曲を決めて、もう生でもうチャットでやり取りしながらね、どんどん深めていく、すごい面白い体験になると思います。あと毎朝7時半からガズラジというラジオ配信やってます。スタンド FM という誰でも無料で聴けるラジオアプリで、7時半からやってますけどいつでも聴けますよ。はい、めちゃくちゃいいこと喋ってます。何かヒントがたくさんあると思うんで、ぜひ聞いていただきたいと思います。今言ったこちら辺のことですね、概要欄にまとめて貼ってあるんで、興味ある方ぜひ入ってきてください。それでは楽譜を見ていきましょう。鬼の宴友成空さんですね。ショートバージョンでございます。はい。見ていくと、見ていくと、これ Dm7Am。これがね、結構ずっと続く。このパターン覚えておいてください。これ、繰り返しのパターンです。で、ここにも書いてあるんですけど、カッティングフレーズ。これ、かっこいいバージョンでは、ここね、かっこいいね、カッティングをちょっと使ってね、フレーズを弾いていきますが、今のは、シンプル簡単バージョンはこれ4つ弾きで、1、2、3、4、1、2、3、弾いていきましたよ、という感じですね。この辺もコードずっと一緒なんですけど、これ、歌やばいです。ちょっとガズさんもこれいけるかなと思ったら、今日ね、ワンブロックはちっちゃく書いてみたんですね。はい。ちっちゃく書いたんで、言葉がギュウギュウになっちゃいました。
いや、それでも見て、このなんか何かの呪文みたいになっちゃった。もっと大きく書けばよかった。これだから通常のスペースでやったらもう確実に2枚に渡ってるやつをちょっと1枚にね、落とし込んだということなんですけど。はい、見てください。こんな感じで書いてます。結構すごいですからね。はい、こんな風に写しとくので、お時間ある方は一時停止で書いていってください。動画のテロップも合わせてね、ご確認いただくといいと思うんですけど、これ見てもらうとわかるように、ずーっと同じコード繰り返してるんですよ。これが、この曲のこの、循環コードですね。ループです。コロナ禍でこの繰り広げられる世界観。ぜひぜひ、やってみてください。この淡々とした感じ。だからこれ、ブラックミュージックのね、なんかこう、ルーツもあるのかな、みたいな不思議ですね。和風なんだけどね。はい、お時間ある方、ちょっとこれ、なかなか今日はすごいことになってますけど、書いていってください。で、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書きノート、デジタルデータで手元にダウンロードしていただいて、ご活用いただくのもめっちゃおすすめです。ガズのノートの特徴は言葉の上にこの点とか V が書いてある。これがめちゃくちゃ役に立ちます。はい。これちょっと今から解説していきますけども、ちょっと見てもらうとですね、これ Dm から始めるんですよ。このどの上に点が書いてある、こっから Dm が始まります。どっから食えば良いものかですね。どっから食えばよーい、よーの伸ばしてる間に Am、 よーいものか、うまいものか、まずいものか、はい、ここタイミング、うまいものか、まずいものが、テンポがこれわかるんですよ、よく見ると。あと歌詞カードには載ってないこれ伸ばすところとか、なかなかこう狭い中にもこう伸ばすところとかね、かなりこの中にもヒントが詰まってます。ぜひガズクラブに入ってこれノートのデジタルデータのねダウンロードをご活用いただくのもいいんですけど、お時間の方はこんな風に書いていくのがいいと思います。ちょっと今日は細かいですけどね、一時停止で、まずはこの1番の A、B、サビ感想までイントロから一時停止で書いていってください。まあ分かりづらかったらちょっとテロップを合わせてみてもらってですね、はい OK かな。はい、じゃあここから2番のバースなんですけど、2番はですねちょっと雰囲気が変わるんですよ。ここは今のシンプル簡単バージョンここ伸ばしたんですけど、かっこいいバージョンはちょっと止まる感じでやります。見てもらうと分かると思います。でこの行なんですけど、この行だけちょっとコード進行変わってますね。ちょっと伸ばす感じでふわーっとさせる感じのアレンジになってます。はい、こんな感じで写しとくので、ちょっと動画と合わせてチェックしてみてください。書いてみてください。いいかな。ちょっと今日読みづらくなっちゃったね、これはね。でもガズさんも今このノート見ながら歌ったんですげえなと自分で自画自賛してますけれどもですね。はい、いっぱいヒントが詰まってます。この点とね、これがね、言葉のタイミングかなり分かりやすくなってますよ。さあ出てくる、でこれエンディングですね。最後 Am で止まって終わる。はい、こんな感じです。出てくるコード、今日コード6個です。簡単コード言っていきます。 AmDmE7A7FD7 ということで6個だけでできます。今映ってるこの6個のコードはガズレレではもう最強入門コードのこれです。ガズレレ必須コードのグループのメンバーとなっております。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、初心者の方に覚えてほしい入門コード10個のグループです。10個も覚えなきゃいけねえのと思うかもしれないですけど、1個ずつ見たらもうめちゃめちゃ簡単なんだけど、いっぺんにドーンと10個覚えようと思うと頭の中ごちゃごちゃにね、もう混乱しちゃうんで、そこで私が皆さんの頭の中にすごいこうスイスイ覚えられるめちゃめちゃいい動画撮ってます。概要欄に、その動画のね URL 貼っとくんで、ぜひそこでお勉強してみてください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょうというふうに思うんですけど、その前に歌ですね。やっぱりこのね曲はね音程とね言葉のタイミング、絶妙でございます。ちょっと最初から言ってみるんですけど、前半はやっぱちょっとオクターブ低くいきたいんですよ。だから相当低いです、この聞いたと。食えば良いものか、うまいものか、まずいものか、ちょっとこうまずいものか、このビブラートというか拳を聞かせるのがかっこいいと思うんですね。さっぱり俺にはわからない、決まりばかりの世の中じゃ、この世の中、このね高低差ね、B メロもずっと言って、サビなんですけど、あーカピラケアそのお口、ここでは1オクターブ上に上がる、こんな感じにしてます。 A メロとサビでは1オクターブちょっと音階を変えてんですね。この辺もちょっとねやっぱすごいですよ。そうすると低いとこから高いとこまでもうまんべんなく出ちゃうんでですね、なかなかこの歌のねレンジって言うんですけど、低い音から高いところまでもうギッチギチに出るんでですね、サビだとカピラケアそのお口宴宴、ここはかなり高いですから、いやーイントロの歌い出しからしてみるとすごく高いということになりますね。あと B メロの仏がいつも水を、この仏がこの微妙な
ブルージーな感じ。我慢するのが礼儀でしょ。鬼がこのね、なんかこう、鬼がこう、舐めてくるみたいな、そういうニュアンスがちょっと感じられる歌詞の内容からね。いやいや、この辺がですね、結構歌は雰囲気出して、なんていうか、もう、なんていうか、演劇っぽく歌うのが、結構効果がいいかもしれない。鬼っぽく歌っていうんですかね。鬼に会ったことないか分かんないけど、なんかそんな雰囲気でやってくれるのがね、この曲の世界観高めると思います。楽しんでやってみてください。じゃあかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョン、コード出てくるの一緒。つまりね、リズムなんですね。で、今日ね、出てくるリズムはこちらです。8ビートと、8ビートのチャプラスカッティング。これがね、もう今日出てくる。8ビートっていうのはほんと一瞬ね、2番でちょっと出てくるだけです。ほとんど同じリズムですね。8ビートのちょっとカッティングが混ざったリズムということでございます。今映ってるこのリズムの基本的な解説動画、概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところに動画で解説してますんで、ね、まずそれをまずあの分かんない方は見てもらって、ちょっともう早速ね、歌の練習に入っていこう、演奏の練習に入っていこうと思います。まずイントロで出てくる雰囲気がもう全部なの、ほとんど 90%。 ちょっとやってますね。バー、トゥー、スリー、フォー、デン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 、止まる。こんな感じです。今の Dm、E7、Am なんですけど、Am の前にこの矢印が書いてある。これシンコペーションで止まるんですね。ダン、ダン、ダン、ツッチャッカ、ツッカ、チャッカ。これがもう基本なんです。今日ほとんどこれ繰り返しです。ちょっとよく聞いててください。ゆっくりやります。せーの。チャッカ、ツッと。Dm、Dm、E7。ここが早いですね。Dm、Dm、E7。Am アップです。シンコペーションだから。Dm、Dm、E7、ここが早いの。Dm、Dm、E7、Am アップ。一緒に練習。Dm、Dm、E7、Am、チャック、ツック、チャック。わかるかな？これカッティングなんですよ。図で表すとこうです。丸、バツ、星、丸、丸、丸、星、丸、バツ、バツ、星、バツ、バツ、バツ、星、バツ。丸は引く、バツはカッティング、星は茶です。で、色が変わってるところでコードが変わりますからね。ダツツダトツダトダツツダトツダト。はい。カッティングっていうのはこう弦触れて、カチャカチャ言います。茶というのは、茶ですからね。このカとチャちょっと違うんです。ダツチャカダツチャカツッチャカツッチャカ、こんな感じです。これがこの曲のもう最大のポイント。これをずーっとほとんどこれ繰り返しですからね。でちょっとじゃあこれを歌でやってみると、せーの。どっから食えば良いものか、うまいものか、まずいも、こんな感じです。さっぱりこれにはわからない。ずーっとこんな感じ。Bメロも。仏がいつも水を刺すね。同じでしょ。我慢するのが礼儀。こんな感じ。ずっと同じ。で、止まるとか伸ばすとかそういうのは出てきますけれどもですね。シンコペーションのこの入ったカッティングフレーズをね、ひたすらひたすら繰り返していく中で歌のメロディで展開させていく。これはかっこいい。ってことはもうもちろんサビもですよ。あーかっぴらけーや、そのお口、宴、宴。始まんで、同じ感じです。もうずーっとこれ淡々と繰り返していく。これがかっこいいですね。はい。で、感想もそうなんですけど、これ2番でちょっとずつ雰囲気が変わってきます。2番の、A メロちょっと2番からやってます。せーの。こっちをめくりゃ良いものか、白い札か。こっからはずーっと同じ繰り返す。今の要はストップをかけていくんですね。どっちをめくりゃ良いものか。これが結構インパクトがある。こうしっかりカッティングで止めていく。パッ。音ピシッと止めて、この空間をちょっと演出しましょうと。その後、一丁かけると死に、ここは普通でしょ、死ぬも生きるも神人、止まって、この後伸ばします。お釈迦が雲の意、これ、伸ばすんだけどシンコペーション。お釈迦が雲の、ドーン !A7 で伸ばす。遅くはないわ。おいでなさい。はい。伸ばしですね。Am のとこだけシンコペーション。で、その次は、茶を入れない8ビートで、地獄の声が耳を打つ、踏み外すのも悪くない。はい、ここは8ビートで、茶がない8ビートで優しく弾くイメージですね。ここでサビに入ります。2番のサビに。いやー、ここの一回こう落ちるところでふわーっとこうふわーりした雰囲気を出したいということですね。で、最後サビやって、エンディングに行くという。
本来はここまた転調していくんですけど、これガズレレショートカットオーバーアレンジバージョンなんで、これ2番のサビまでということなんですけれど、いやここまででもですね、なかなかすごいことになる。まずここまでやってみてください。いやそういうわけで、あの一回このパターン、これが分かっちゃうと、この曲、あと歌だけにこう一級入魂なんですけど、これカッティングをやりながら、これ歌がどんどん展開していくと、なかなかね、三段活用です。A メロは低いメロディーで、B メロは、ちょっとこうブルージーな感じで、仏がいつも、お釈迦が蜘蛛のやって、最後、アッピラケーや、サビになったらオクターブを上げて、ちょっと生き生き歌う。こんな感じの三段活用なんですけどね。それを同じこの伴奏で、こう盛り上げていく。伴奏はですね、あんまり強弱なくてもいいんじゃないかなって感じがするんですけど、まあ、淡々と、リズムキープ、やっぱここがキーポイントかなと思います。そしてやっぱりあのミュージックビデオを見てくださいよ。あのなんかこう和のアニメみたいな、あのね怪しいね、なんか浮世絵みたいな、なんか鬼の絵みたいな、なんか結構だからすごい世界観、あのハマる、夢に出てきそう、その世界観がこの曲なんかこうずっと引きずるんですよね。思わずいつも歌ってますよ。これはそんな感じで楽しめる曲だと思います。ウクレレで淡々とリズムキープ。これがポイントですよ。さあやっていきましょう。鬼の宴ガズレレ流かっこいいバージョン。やってみる仏がいつも水を差す、我慢するのが礼儀でしょ。鬼が好みをそそのかす、お先にどうぞ遠慮なく、赤ピラケやそっと口宴が始まんで、もったいねえや一度きり、好きなものだけ食べなはれ。鬼の宴ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。このキレのいいカッティングがこうずっとキープできるかどうか、これがポイントだと思うんですけど、この不思議な旋律、もう夢に出てきそうなこのなんか和風な感じがたまりませんから、もうみんなもちょっとこの聞いたらなんか何かすごい気分になるでしょう。あのこのなんというか不思議な気分を自分で今度は奏でていきましょう。はい、 G ラボ祭りこっちで総額100万円プレゼントが当たるオンラインスペシャルイベント、ぜひ皆さん参加してください。ウクレレ G ラボウクレレユーザーさん参加できます。はい、そしてこの本ご機嫌ガズレレデイズ、ぜひお手に取って読んでみてください。よろしくお願いします。あとねガズレレではですね、いろいろあるんですけど、このリッドミュージックさんというところから楽譜の本をたっぷり出してるんですよ。さっきあのねご機嫌ガズレレデイズはいいこと言ってる SM棒ですけど、こっちは楽譜の、もうありがたいことに皆さんにたくさん手に取っていただいてベストセラーになっております。こっちもご活用ください。 Amazon とか書店さん、楽器店さんなどで取り扱いがあります。あとねガズレシピというねアプリがあるんですよ。ガズレレではアプリ皆さんインストールしてくださいね。インストールは無料で、中でね楽譜変えるものもあります。無料で見れるのもあるんですけど、あのこっちはかっこいいバージョンも載ってる楽譜なんでめちゃくちゃいいですよ。アプリご活用ください。自動スクロール機能とかね、メトロノームもついてたりかなり便利になってます。でね、このね、レシピガズレシピのアプリになる
中で使われている架空が本になったりしてますから、こっちの書籍版もよろしくお願いいたします。でこのガズレレの親戚ブランドとしてですね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ。私とアイズルハニーさんが先生役で、世界一簡単ピアノ教室ガズピアノっていうのやってます。私ガズが考えついて発明した世界で一番簡単な弾き語りに特化したピアノの弾き方なんで、もうあっという間に弾ける夢のようなね弾き語りピアノできると思いますよ。これ概要欄に貼っとくんで見てみてください。そしてガズレレではいつもここに三つ引きが挟まっていたり、キャップかぶっていたり、この毛糸のストラップだとか、今着てないけど T シャツだとか、もういろいろ楽しいグッズがあるんですよ。ステッカー、キーホルダー、もういっぱいあります。バッジもあるし、その辺はですねガズレレ公式ホームページのこのバナー見てもらうと、このバナーにいっぱいありますからね。どっちにしろこのガズレレ公式ホームページを見てもらうと最新情報などいろいろ出てますんで、いつでもチェックしといてください。さあそういうわけで今日のレッスン動画これにて終了でございます。毎日音楽がある生活素晴らしいですね。どんどん叶っていきましょう。それではごきげんよう、さようなら。